こんにちは、なみさん。ライフプロデュースアカデミーが今日明日とセールスが始まるようですよね。いや、本当にね、愛情出演の動画まで <laughs>、あの、やってくださってありがとうございます。いや、本当に愛情にも愛情を重ねてね、私は再度、ライフプロデュースアカデミーをお勧めしたいと思います。この年末年始に関わる時だからこそ、自分の人生をぐっとね、変えるためには、今までしなかった決断をしていただきたいかなというところで、ライフプロデュースアカデミーのセールスはこれが初めてですよ。 10年間以上、ナミさんとお付き合いしていて、この手のね、はっきり言って吉谷さんも関わってる。私も関わってる。ナミさんもやっている。ドカーンみたいな感じですよねいや。これを置いて先はないんじゃないかなと。だってネットビジネスをやっていてね、10年以上やってる人って滅多に出会えないんですよ。その10人が3人結束して作ったとも言えるのが、このライフプロデュースアカデミーで、今、私も吉谷さんも、そしてナミさん自身も激推ししてるわけじゃないですか。いや、ここでね、 人生の羅針盤を整えていただいて、吉谷さんのコンテンツ販売で稼いでいただいて、私の FX のね、このコミュニティで稼いでいただいて、どこ見ても稼げるじゃないかって話ですよね。それから健康の問題とか、恋愛の問題とか、この辺も、ナミさんのライフプロデュースアカデミーで、ちゃんとね、問題解決していただいて、もっとレベルの高い問題に取り組んでいくっていう、そんなね、2023年がやってくるんではなかろうかと思います。ちなみに、50を過ぎたからこその、 性的な悩みねこちらの方もねちょっとコアなグループ作ってやってみたいなと思いますねうーん性的な悩みねいや私はおかげさまでねまだまだ全然なんですようんいろんな悩みでねただしただしですよ私はね全く浮気をしない人間になりましたねこの10年でいや本当にね真人間になれて良かったなと言うてざいます最近は青白王子がねちょっともうね あや,やってなったりとかねそれから与沢翼さんはねおらおらって感じだったりするんでいや人生様々だなと思いますまあでもねいろんなことを抱えながら楽しみながら落ち込みながら人生はつみ合っていくわけですよねはいえじゃあこの辺はちょっと言葉は濁しながらになりますけども明日もよろしくお願いします南見さんお疲れ様です